はなんとオレンジポートのツーマンライブです。マキティはもともとオレンジポートにリーダーとして、そう、初代リーダーとしていたんですよ。この私がちょっと仮面女子になったので見せつけたいと思います。そうです。ということで行ってきます。行ってきます。ももみめっちゃ動画だけど。あ、動画ですか。です。かわいい。有名になるかもしれない。お手、あ、お手せんじゃん、お手せんじゃん、えらい。このパンは何だと思いますか。のっぽパンって言って、静岡のね、名物とラブライブとコラボしたのっぽパンもあって。もう懐かしいです。こんなになかったりしたのに、なんかあったことにみんな身長でかいし、おっぱいもでかくなったりし、何って感じですごい成長したなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。オレンジポーツの学会見てマキティはどう？変わらない。変わらない。なんで？でも可愛くなってたよ。本当に？だけどごめん、可愛くなってた。なってた。変わらないな。ちょっと可愛かった。ちょっと可愛かった。可愛かった。オレンジポーツ、なんかあったらよろしくお願いします。よろしくお願いします。オレンジポートのツーマンライブが無事に終わったということで、お疲れ様です。みんなお疲れ様。お疲れ様です。主役のマキティはお母さんと一緒に車でね、帰りましたので、お地元なので、マキティ見てる。チーズバーグディッシュ。自信なさげ。がっつり食べたいときにめっちゃぴったり、なんかすごい濃厚で美味しいです。私はあのポテサラバケットっていう、これが中にね、ちょっと見ます、中にポテトサラダが、そうなの、入ってるやつでね、ポテトサラダとチーズが入ってるんですよ。ほら、分かりますか。いただきます。あ、ほやばい、熱い。いただきます。すごい固まった。おいしい。じゃがいも大好きなの私。お肉に挟まれたじゃがいもがチーズと絡み合って、うめえ。私はハンバーグとビーフシチューのものです。いただきます。うん、あく、うん、美味しい。
チューとハンバーグがね、あのコラボして素晴らしく美味しいです。ごちそうさまでした。バイバイ、帰ります。